色恋で悩んでるんだ。俺なんか意外と悩まないけどな。うん。あっそって感じ。うん。おっと、たけちゃんがありがとうまる、決まった。あらーす。たけちゃんありがとう。さっき鉄火巻き買ってきた、いいね。悪くない。ナイスって、ナイスー、ナイスー、ナイスーってミーもな、連絡来なくなったな。体調悪いって言ってて、うん、みーちゃんな、みーちゃんっていうかみーな、京都のな、会社経営してる。よくうなちゃんどっか出かけようとか言って車で迎えに来てたけど、うん、いいよ俺めんどくせえからとか言ってたの。ビクトリーありやるとさ、あの腰痛くしたら嫌だからさ、うん、俺さ、ほら最近さ硬い方で寝てるから、ここヨギボで寝るとなんかグニャーってなっちゃうんだよ。だからあの床で寝てんだよ、うんと、まあ、若干腰は張るんだけどね、うん。まあまあ、どっちかっつったら硬い方の方が、ヨギボーはいや寝れるよどっぷり、うん、ズボって感じで、うん。あの普通のスタンダードのヨギボーは分かんねえけど、俺のはヨギボープレミアムっていうやつで、なんか若干っていうか値段は全然違うみてえだけど、うん、ああまあそんな感じかな。普通のヨギボーの方は、うん、どう、そうそう、プレミアムの方、うん。だからなんか寝るとズボってはまるんだけど、なんだろう、足を若干高く設定して、坊ちゃんのはないよ、うん、ないない、足を高めに設定して寝ると、あの寝起きが楽っていうか、うん、まあまあ俺の場合はほら酒飲むからさ、翌日ちょっとむくみがあったりするから、もう寝る前に足をさ少し高めにして寝ると翌日全然平気、全然平気っていうか、うん、むくんでないね。だから俺最近むくみないで全然、うん、
なんだよ、阪神戦の結果、うん、じゃあ俺自分で調べるよ。もう終わってんだろうから。もう。阪神、結果。クソ野郎じゃん。クソ野郎、7対0だって、 DeNA とやって。いいわ。明日ももう興味ねえよ。ケツからまくられないように気をつけろ、あと。7対0。今日野球中継がなかったんだよ。BS でやってたけど。まあしゃあねえな。フルボッコになったんだろう、多分今日7-0ってことは。まあだよ。矢野がバカ采配やったんだろ。もう今年で監督引退なんてよ、あんな早い時期に言っちまったからよ。もう無理なんだよ。正直よ。辞める監督の下で頑張ろうと思う選手がいるか？いねえわな。カビゴン、よし。いねえよ。いけそうだからええやん。まあ言っても負けるよ、ジャビット。あんなの恥さらして帰ってくるだけだぜ。もう巨人は今年はちょっときついな。ここでさ、ジャビットは多分巨人ファンなんだろうけど、村上と岡本の差がはっきり出たな。俺ね、打ち方見てて思った。技術っていうか、岡本はね、追っかけるバッティングしてんだよね。前で打つんだよ。で、村上は我慢して我慢して引っ張り込んでっからパチンって打つんだよ。笹岡？ああ、カーブもな。ハマるときはすごいんだけどな。だ
ってよ考えてみ、村上って3試合に1本はホームラン打ってんだね。ってことはだよ、3試合に1本ってことは3試合で15打席あるわけよ。 1試合5打席回ってくるとして、15打席のうちまともに勝負してくれるフォアボールも含めてな、多分ね15だったら7打席か8打席のうち、だから7か8でホームラン1本打ってるってことはこれすごい確率だよね。うん、いや俺はそれジャビと俺思ってるよ。もう超えるよ、間違いなく。うん、もう今もうギンギン乗ってっからね。もうねピッチャーはねストライク投げたらもうほぼ打たれるだろう。うん、どこ投げても打たれんじゃねえかな。のような気がする、見てると。うん、苦手なコースは絶対あるんだけど、あのアジャストはしてくるよね、対応はしてるよね。だからファールで逃げたりとか、うん、無理してそこを打とうとは思ってない感じで、うん、あとはね多分ねカウントの作り方がうまいんじゃねえかな。村上にピッチャーは初球からストライクボールを取りには基本的にはいかないから、ボール先行型で入ってくるだろ。そうするともう村上的には有利なカウントになるんだよ。あ、取るよ、間違いない。うん、間違いありません。うん、最年少三冠王だろ。取ると思うよ。うん、すげえバッター出てきちゃったな。まあ去年もすごかったけど、今年40本ぐらいは打つだろうなって思ってたのに、まさかここまでかって感じ。うん、俺はね、俺の感覚だよ。うん、デルピエロをお茶点ありがとう。いや俺だから40は打つんじゃねえかなっては思ってたんだよ。いやちょっとホームランのペースがちょっと尋常じゃねえぞと。これはピッチャーが悪いのかスコアラーが悪いのか研究してねえのか、って。うん、すげえなと思った。もう止まんないんじゃねえかな、このままいっちゃうだろう。だってヤクルトが今一番試合数残してんだろ、20試合ぐらいあんだろ。あと20試合あって
な、今の俺の計算でいくと、3試合に1本ずつホームラン打ってったら、まあ今までの率で言ったらだよ。な、20だから、サブ68。3721。6本か7本はプラスするから、もう完全に60本は超える計算なんだよ。うん。ダメ。ああ、健康。組合。お茶店ありがとう。そうだよ。残り試合数が、パリーグはな。ああ。まあ、それもジャビットな。そう、固め打ちっていうか、うん、そういうのもあるし、うん、わかんねえけど、ま、平均してその3試合に1本ぐらいのペースで今まで刻んできてんだよな。いや、花さん、55なんてそんな小さい数字じゃねえと思うよ。うん。全然。うん。赤太郎、お茶店、おどうす。62本と見た。いや、もっと行く可能性もあるで。最後。もう最後、もう、相手投手が、諦めるか、あのね、俺ね、やってほしくねえのは、申告敬遠だけやってほしくねえな。ここ1点。マジで。うん、だってよ、変な話だよ。プロ野球って、お客さんから金取って、エンターテインメント見せてんのに、つまんねえことやってほしくねえんだよ。真っ向勝負見に来てんだよ。みんな、お客さんは。おいしょ。なんだよ、申告敬遠って。お前らプロじゃねえのみたいな。それだけは俺避けてほしい。うん。俺の希望。まあ、希望通りに行くかどうかわかんないけど。うん。ハリウッド、お茶店ありがとう、です。そうだな。三冠王は取るだろうな。うん。村上でもメジャー行ったら中距離ヒッター？いや、中距離じゃない。あのね、村上のバットコントロール見ると分かるんだけど、あのバックスピンバッターなんだよ。あの、なんていうの、ゴルフやってるやつだと分かるけど、ゴルフのボールってパチンって当たってこう下からグワーって伸びていってで飛距離が出るボールと、あのフェードとかスライスとかになるボールってあるじゃん。野球ではあるんだよ。きちっとどのスピンをかけて返すかなんだよね。拾い方がうまい。うん。きちっとバットで、でね、多分ね、
これもっとねスーパースローの技術が上がったら村上のバットにボールが当たってから離れるまでの時間を他のバッターと比べてほしい。俺ね多分ね村上のバットにボールが当たってからは他のバッターよりも離れるのが遅いと思う。結構そうじゃないとあのスピンはかかってあの打球は飛ばないよ。わかっかな。カーンっていくのは大して飛ばないんだよ。ちゃんと上から打ち下ろしてボールをしっかり捉えた後にそこで打っちゃダメなんだよ。そっからバットのしなりでしばらく拾ってやんないと、まあ俺みたいなね高校野球をやめた人間が解説するのもあれですけど、だからね俺村上はね左手の押しが強いんだと思う。村上の打撃本を佐野さんに そういうことじゃないだろ。そういうことじゃないんだよ。金属バットと木製は全然違うからね。でも俺シニアの時は木製バットでティーバッティングとかやってたよ。楽しいなと思って。水野のタモな、大倉スポーツの息子もろくそ激怒してるらしいよ。大丈夫？知らねえよ。そんなの文句あんだったら言ってこいよ。俺らクソがよ。シニアリーグの件って何？事実を言っただけだよ。お前がショップに電話して話したんだろ？なあ、タレコミしたんだろ？こんなこと言ってるやつがいますよ。佐野っていうやつなんですけど知ってますかって。バレてんだよバーカ。そういうしょっぱいことやんなよ。大倉の息子はなんだよこの野郎。知らねえよ。大丈夫に決まってんだろ。なんかなありますかって。俺は自分が野球やっててこうでこうでって説明しただけの話で、あんたのことこき下ろしたことなんか一度もねえよ。ただ大したピッチャーじゃなかったよっていうだけ。それで激怒してんだ。まゆ、いらっしゃい。秘伝のタレはさ、そうやってさ、わさらせたいの？わさらないって。だって俺の言ってることは、そんなにかけ離れた話はしてないから。何がしたいの？
激怒させときゃいいじゃん。もし、じゃあお前その激怒してるらしいよってなんでお前が知ってんの？お前が連絡したからだろ。友達なのお前。言えなくなっちゃうよ。コング、いらっしゃい。そのさ、インターネットの継ぎはぎだらけの情報で、こういうとこでそういう情報をさ、つなぎ合わせでさ、俺にさ、なんか、何を言わせたいのかわかんないけど、そういうことやるのやめなよ。な、みっともねえよ。な。何を怒るんだよ。いくつだよ。あいつ55だろ。55は何を怒ってんだよ。せえな。勝手に怒ってりゃいいじゃん。こっちは怒ってねえよ。あんた大したピッチャーじゃなかったからなって思ってるから。少なくとも俺の方が球速いしよ。変化球もキレあったしよ。だから2年で神宮で投げてんだからよ。悪いね。スポンサーの息子がエースって面白いよな。シニアリーグもそんな感じだよ。わかる？怒ればいいよ。だって事実なの。なあ、俺らはだって道具も全部そこのショップで買えって指示が出てたんだ。よっ、水持ってくる。ごめん、二度手間。ほい。